長文斎秀行が、木文が今階段にある六部殺しの階段。六部殺しは、日本各地に伝わる、民は、階段の一つ。ある農家が旅の六部を殺して、金品を奪い、それを元手にして、財を成したが、生まれた子供が六部の生まれ変わりで、かつての犯行を断罪する、というのが、基本的な流れである。最後の子供のセリフから、こんな番とも呼ばれる。 六部とは、六十六部の略で、六十六回写経した、ホッケを持って六十六箇所の霊場をめぐり、一部ずつ、奉納して回る巡礼像のこと。六部ではなく主言者や、宅発像や、座頭や変異路、あるいは行商人や単なる旅人とされている場合も、ある。ストーリーには、様々なバリエーションが存在するが、広く知られている内容は、おおむね以下の通りである。 ある村の貧しい百姓家に六部がやってきて、人夜の宿を置こう。その家の夫婦は親切に六部を迎え入れ、もてなした。その夜、六部の荷物の中に、大金の老銀が入っているのを目撃した百姓は、どうしても、その金が欲しくてたまらなくなる。そして、とうとう六部を暴殺して、泣き殻を処分し、金を奪った。その後、 百姓は奪った金を元手に商売を始める。田畑を担保に取って氷菓子をすると、何らかの方法で急速に裕福になる。夫婦の間に子供も生まれた。ところが、生まれた子供はいくつになっても口が利けなかった。そんなある日、夜中に子供が目を覚まし、むずがっていた。小便がしたいのかと思った父親は便所へ連れて行く。綺麗な月よ。 もしくは月の出ない晩、あるいは雨降りの夜など、ちょうどかつて六部を殺した時と同じような天候だった。すると突然、子供が初めて口を開き、お前に殺されたのも、こんな晩だったなと言ってあの六部の顔つきに変わっていた。ここまでで終わる場合もあれば、驚いた男が頓死する、反映していた家が、再び没落する、といった後日談が加わる場合もある。 かつて殺した相手が、自分の子供に生まれ変わり、罪を暴く言葉を発するというモチーフには、他に、様々な類話がある。河合雄太郎が1930年に、六部馬殺した、話を収集して、以降、類話の報告は、水沢健一、野村純一、稲田康二、福田明、京都府立総合資料館、佐藤義則、佐々木徳夫、 水沢健一によって重ねられている。落語の演目、もう半分は舞台を都市部に移した形で、六部殺しと似た流れになっている。夫婦で営む江戸の居酒屋に、牢屋の客がやってきた。牢屋は、半杯ずつ注文してちびちびと飲み、金包みを置き忘れて帰っていった。夫婦が中を確かめると、貧しい身なりに不釣り合いな大金が入っている。 しばらくすると牢屋が慌てて引き返し、娘を売って作った大事な金だから返してくれと、泣きついた。しかし、夫婦は知らぬ存ぜぬを通して追い出した。牢屋は川へ見投げして死んだ。その後、奪った金を元手に店は繁盛し、夫婦には子供も生まれた。だが、子供は生まれながらに、牢屋のような不気味な顔で、しかも何かに怯えたように奪が、次々とやめていく。 不審に思った亭主が確かめると、子供は夜中に起き出して、安頓の油を舐めている。己迷ったか。と、亭主が声をかけると、子供は振り返って、油皿を差し出し、もう半分。こんな夢を見たで始まる夏目漱石の三文、夢十夜の第三夜にも、六部殺しの民話の影響が伺える。夢の中で、自分の子をおぶって暗い田んぼ道を歩いており、 子供は盲目なのに、周囲の状況をよくわかっていて、大人びた口調で話している。負を進めるごとに思い出してはならない何かを思い出すような気がし、ちょうどこんな番だったなという子供の独り言を不気味に思う。やがて山の一本杉の前に着き、ここで午前が俺を殺したのは、今からちょうど100年前だねと、背中の子供が言った。過去の殺人を自覚した途端、 背中の子供が急に赤地像のように重くなった。殺した相手が金品を持った大人ではなく、幼子の間引きだというパターンも存在する。小泉役者、知られぬ、日本の面影に出てくる、持田の百姓では、出雲の貧しい百姓が生まれた子供を6人まで、次々と川へ捨て、その間に、ようやく少し余裕のある暮らしができるようになる。そうして7人目の男児は、 後取りとして育てることにし、溺愛した。ところがある日、月夜の庭へ散歩に出ると、偉大たちのみじの我が子が、わしを最後に捨てた夜も、こんな月夜だったねと口を聞き、またすぐに、普通の赤子に戻った。百姓は出家した。持田の百姓のパターンが、さらにアレンジされたものに、現代風の都市伝説がある。低所得の若いカップルに、子供が生まれ、 フェリーに乗った際、水に落として殺した。その後また子供が生まれ、今度は溺愛した。その子を連れて、フェリーに乗っていた時、急におしっこがしたいと言い出す。仕方なく抱きかかえて、体を手すりの外に出すと、振り返って、今度は落とさないでねと一人目の顔で言った。集落の外からやってくる旅人は偉人であり、 閉鎖的な農村への来訪者はしばしば新しい情報、未知の技術、珍しい物品をもたらす媒介者であった。服をもたらす存在として、客人を艦隊し、客人が去った後に繁栄を得る、マレビと、信仰に根差した民話は、古くから各地に存在する。一方で、円満に賃品を譲り受けるケースばかりでなく、客人とトラブルを起こし、強引に奪い取って、 繁栄を達成したケースもある。六部殺しは、こうした、マレビと殺しの類型に属す。あるいは、村内の一つの家が急に繁盛してきた場合、村社会の染みにより、あれだけ儲かるには何か悪どい手段を取ったに違いない、といった周囲からの言われのない抽象を招き、直前の平常とは違った出来事と結びつけて、マレビと殺し単が出来上がることもあり得る。また、 旅人を止めた後その一家に生まれた子が、旅人の面影を宿しているのは、西条をヨトギに提供する、客人婚との関連も考えられる。さらに、江戸時代には、実際に、旅人を装って、他人の家に入り、泥棒を働いたり、道連れとして、他の旅人に声をかけ仲間のいる宿へ誘導して、金品を脅し取るなど、種々の形態でのゴマの生えも横行し、 蘇生の知れない他人と一緒に家で寝泊まりすることへの潜在的な警戒感も背景にあった。最古の部類に入る原型的な説話が日本霊域中間第30話のある女人の子供として生まれた前世の再建者を行基が見抜く霊幻端に見出される。子供が不具に生まれついている初めての鮮明な発語が 過去の因縁の指摘、東京通する要素が多い。ありがとうございます。